二人パパ。シェア。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。二人パパアメリカ編。今日はニューヨークはマンハッタン観光。地下鉄での出会いと優しさ、セントラルパークやあの銅像のトリビア、突然の雨に降られたフレンチレストランに、息子くんが圧倒されたタイムズスクエアまで盛りだくさんでお送りします。最後の次回予告もお見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパのあ、果てしない大都会、ニューヨークマンハッタン観光。上の子はリカパパのことがお気に入りのようです。ミツパパよりリカパパあれでしょ、朝降りてきた時にリカパパが来たら自分から行こうとしたんでしょ、上の子、うん、手を広げて I'm popular What? 下の子はまだ朝ごはん食べてます。ポイントイヤドンだし、もうそっかわいい、すごい、貸してもらって。やだ、なんか泣けてくる、かわいすぎて。見せてあげたの、これ見たいの。うん、あ、そうね。何がかぼちゃついてるの。何、いいアイデア。下の子はあるものを待って泣いています。何を待ってるかというと、ね、ただーん、ダディが今準備してた。難しいね、くっついてるんだ、うん、2人パパからの土産を今開けてもらっています。え、あ、もう一個だ。囚われてるね、その生き物ね、そこはさ、そこは下の子にあげなよ。ちょっと待ってね。ここ、お腹触ってごらん。かわいい。なんでかわいい、二人なの。キモさもらったね。ありがとうね。君もこれぐらいの時があったんだよ。え、トムシ。うん。うん。ほら。うわ。ボギー、ボギー。バーボバーボバすごいでかい、この子すごいでかく見える、急に。あ、これ危ないということで、二人パパニューヨークに来てます。はい、もうこのお花だよ、見てみて。お花見つけたね。こんな感じの街並みです。すごい、緑多いね。ここ緑多いよね、ニューヨーク。すごい。ここを右曲がって、今から地下鉄に乗ってセントラルパーク行くんだっけ。うん、今、渡れるね、うん、アッパンドダディの家から今日は、あ、セントラルパークにちょっと行きたいと思います。あれでミッキービーラー、ストップマイスプリンガー、カムカム、ホールドマイハンド、あれでストップって言った、判断信号があるね。そうそうそう。Oh, now we can go. Oh, let's go. Jump. Mama, Papa, Mama, Papa, M, V, Tlam. Okay. Ah, okay. Best of that, man. お家の中から出てきたよ、アナリス。どこから？この家から？うん。うん。Där man kan åka tunnelbana.うん、あ、そのおかしいね、ボーナー。そうだね、息子くんもマスクしないといけないね。そう、アメリカでは、はい、じゃあ、カムネン、
Men jag vet inte var vi ska stoppa i det. Här kanske! Här! Jag stoppar in det där då. Men kanske andra hållet. Ligger någon hållet kiro i toppen? Vi måste... De är nog toffig! Alltså kolla om detta! Det är helt fantastiskt! Okay. Det här tåget är lurigt, pappa! Mm. Nu åker vi Subway. Kan du komma till dig? ちょうどたまたま乗った電車が速い電車なんだよね、これ。うん。なんか、てかもうこの子の喋りが止まんない。マネ？パパ、det är lika många nu. Där är det två. Det är av och det går. Pappa tar på. なんかさ、俺ニューヨーク来たの20年ぐらい前なんだけど、20年ぐらい前の地下鉄もっともっと汚かったのね。綺麗になんかすごい普通に綺麗と思ってちょっとびっくりした、うん、そうね、うん、息子くんは地下鉄どうですか？地下鉄どう？サブウェイ楽しい？楽しいよ。だってどれは när vi åker hem ska vi åka den vägen。 すごい隣に座ってたお姉さんがめちゃくちゃ優しくてすっごいいっぱいいろんなことを教えてくれて、うん、よかったね。優しいね。優しかった。ニューヨーク生まれだというお姉さんは僕らを観光客だと一目で見抜くと目的地を訪ねその行き方をアドバイスしてくれました。しかも乗ってた地下鉄が途中で快速から普通電車に変わったっていうアナウンスがあったんですが、あたふたしてるとこのままで大丈夫と最後まで丁寧に教えてくれました。みんなフレンドリーで優しい印象のニューヨーク地下鉄でした。 This is South Side。Come here. Wow, it's such a beautiful day. Mm. Har du tittat här? Drakar. Drakar. Har du sett drakar? Mm. Alltid kolla. 高層ビルと隣り合わせのマンハッタンセントラルパークへ到着です。あれはセンターパークかな。そうだね。セントラルパークに入りましょう。うん。72nd Street。もともとは 59th Street で降りようと思ってたけど、隣のお姉さんが僕たちが行きたい噴水のところ行くには、あの 72nd がいいよっていう話で、うん、教えてくれました。なので今からちょっと歩いていきたいと思います。Yeah。歩くんじゃなくてホッパしてやること。 OK。 おー、ホッパー。おー、ホッパー。おー、ホッパー。最後ホッパー。おー、ホッパー。 That's the terrace。 臭いね。ニューヨークの匂いね。でもあそこはゴミバッグがいっぱいあったから中は大丈夫。たまたまゴミ捨て場が近かっただけだよ。うん。まあどっちでもいい。どっちでも行けるね。うん。ラウンドウェイね。っていうかさ、天気良くて最高だね今日。最高だね。セントラルパークは実はリカパパは行ったことない。あ、本当に？うん。ニューヨークはまあよく行ったけど。うんうん。仕事でねよく来てた時あったね。うん、Is there any strawberry fields forever? Is there any strawberries here? なんかさ、この都会の真ん中にこれがあるのがすごいびっくり。観光客が多いね。ちょっと驚いた。あのあスペイン人とか、ま、ドイツ人とかいろいろ。ああ確かにね。まあまあ観光がね。シティパークを散歩するのすごい好き。ヘスチャロール。ね、なんで馬の車なんていうそういう馬車。馬車。うん。なんで馬車？多分それは面白いだから観光客はなんかゆっくりで
乗って景色を楽しんだりね。そうね、ナイスビュー。あ、ここも紅葉だね。そうだね。あ、面白いね、あの木見て見て、目みたい、目みたいだよね。バイデン、いや、そう、あれ、ポーリーラン、うんうん、リスのお家いる、リスじゃ。ハローエデナンヘンバーハローエデナンヘンバーエンセンナパラスカッツエンハクスミルスマーエットゥーエンこれファウンテン来たけど、多分お水出てないパターンじゃない。ああ、そうね、中にお水が入ってなく、中に入れちゃうパターンだね。眩しい。What is that thing there? Är det en ängel? Peace. わかった、落ち着いて。すごい近いところにリスさんいるね。何してると思う？でも安全って分かってんだね。全然逃げないから。ルレオのリスだったらもうかなり警戒してすぐこんな近くにいたら逃げるけど。何か食べ物探してるね。危ないよ。手やると多分ね、何かもらえると思って噛みつかれちゃうかも。気をつけて。何かちょうだいって言ってる。そして森を抜けると、時間はお昼過ぎ。ちょっと軽く何かお腹が空いたので食べたいと思ってるのですが、空いてるお店がありません。パパチキンサラダだね。息子くんはオムレツとポンメスもらった。そかるさったらないでけない。ちゃんとお座りして食べなさい。ミスパパはエッグベネディクトです。ポンメスパパ、ムーブクポンメスアップね。ちゃんといただきます言った。うん、美味しそう。おいしい。おいしい。パパ優先食って。もうすごいストームが来たね今。I'm happy we're not outside. すごい雨。クレスマカンとか。このアイス美味しい？この後はマディソンアベニューを歩きタイムズスクエアへと向かいます。何？ We get a million viewers, maybe we can start shoppingまだね、私たちあんまりご縁がないところですね。つまり今ここ今歩いてるのがマディソンアベニューってこと？うん、マディソンアベニュー。この南北の道だね。すごいシャネルとかコーチガバーナとボッテンビネガジバンシーとかね。あのいわゆるハイブランドってやつ、ね。ハイブランド、ハイストリート。ハイストリート、いやハイストリートブランドね。まだマスクしてた。
どこだっただけ息子くんにすごく可愛い洋服。わかんない、名前覚えてない、ちゃんと見てなかったわ。違う、あーラフローレンね、あとね、うん、あのクリスマス用の服がすごい可愛かった、ね、もうセイラーっぽい。そうそうそう、あとクリスマスのニットとかすごい可愛かったよね、うん、なんかウィンドウショッピングしてるだけでもう本当に楽しい。このビューがすごいよ。すごくないこのビュー。最近ニューヨークはああいう細長い建物がトレンドらしいよ。おしゃれなですね。すごい、見てこのおしゃれなポンチョ。ちょっとうっかりさ、恥ずかしいんだけど、もううるさいってば。違う、寒いから来たの。もう雨降ってないけど、ちょっとなんか思ったより寒くなっちゃったから、だからちょっと来た。なんか後でちょっとスカーフかなんか買おうかな。まあエルメスでは買わないけど。煙出てるね、あそこ。そういう煙が欲しいの。そして次にたまたま見つけたのがこちら。すごい、これオリジナルって書いてある、しかも、うん、こんなところで突然見つかったね。それ見に行きたいね、ちょっとね、うん、今日は行けないかな。でもそうね、でもここで見れてよかったね。しかもオリジナルだっていうし。うん。ああ、囚われてるのね。自由の女神って。囚われてるけど進もうとしてるって感じがするね。足がほら動き出そうとしてて前に。そして自由を象徴してるわけだから、なかなかいいスタジオだね、うん、そして続いて訪れたのはこちら。アップル、こっから入るのね。ちょうどセントラルパークの角のところになるのかな、これは。結構寒いね。雨が降って一気に気温が下がったね。なんかリカのことツンツンしてる。ツン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 。ハロー。Times Square.
そして到着したのがこちら。大きいテーベイがあるね。わあ。ラブ。どう？この大きいテーベイ。面白い？こんな大きいテーベイ、僕は欲しい。ね、いっぱいあるね。あ、あそこもあるね。わあ。タイムスクエア。イエーイ。どう？びっくり？どんな大きいレストランか。すごいね、ゴーストバスターズ。あそこからお化け出てくるんじゃない？それ見たい？すごい立体的に浮いてるみたい。この時計本当に立体的。何かあった？面白いもの。すごいテレビいっぱいだね。本当はシアターも見たかったけどね、時間があったらね、うん、すごいね。へいへい。あー、落ちる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 。寒い寒いね。ちょっと寒いから一回下行こうか。この後は少しお買い物をする予定でしたが、もうちょっとお疲れだったのでキロに着くことに。電車来てる？ということで3人で地下鉄に乗ってキロに着いたわけですが、やっぱり途中でお買い物したいとミツパパは一人電車を降りてお買い物に行きました。息子くんはリカパパが連れて帰ってくれました。どこへ行ったかというとこちら。ずいぶん前にロンドンで買ったオニツカタイガーなんですが、今回ニューヨークでこちらになりました。ラインがね、青から黒に変わっただけっていう噂もあるんですけど、とにかく今鬼塚はね、とても足に合うのでお気に入りです。ということでお買い物の後、ミツパッパもアッパンダディのお家へ着きました。またね、アッパンダディのお家での夕食の様子を次はご紹介したいなと思っています。ということでニューヨークのマンハッタン編お伝えしました。皆さん一緒にね、旅行した気分になって、いただければ幸いです。コメントや高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日はこれで失礼します。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。 I love you. 二人パパ。